セロー、一幕二場、モラリティ。菊池寛、ヨシトイヒヤシトーン破裂ナンバ型。浮き伏し刺激用当たるかな。人物、ところ、時。すべて知れず。情景、一、道のほとりに緑の草の生えた広場があり、その広場に一軍の大将が休息している。円形にアラビア風の都会。大将の中に、隊長と格式骨格たくましき老年の男がいる。妻を伴っている。目はそそとして美しき女。大将を囲んで多くの見物人がいる。見物の男女幾人とも知れがたし。見物の男一、どこからどこへ行く大将だ。男二、知らない。ついぞ見知らない人種だ。男三、いや、俺は知っている。この人たちは、西の方から来たのだ。男一、西の方からって。男三、西方の国からだ。航海に近いつく先人だ。男一、なるほど。道理でみんな色が黒い。男二、だが、あの隊長の妻だけは美しいな。バグダッドにだって、あんな美しい女はいない。男い、少しおでこだが、聡明そのものといった顔だ。あの瞳、力に輝いている美しさったらない。俺は、あんな女を妻に欲しい。男み、あはははは。あの女だけは、つく先人じゃないんだ。あの目はバグダッドの貴族だ。男一、何貴族だって。嘘を言っちゃ困る。貴族の娘が、どうしてあんな隊長の妻になったのだ。男み、それは、お前バグダッドでも、評判になった話だ。あの娘の兄が、あの娘を売ったのだ。男一、なるほどかわいそうに。男み、五つのダイヤモンドと六つの黒真珠とが、あの娘の値だと言っている。女一、かわいそうに。貴族の娘に生まれながら、売られるなんて、本当に不幸せな方ね。女二、おや、ごらん。あの女が足を動かしたよ。おや、足に何か光るものがついている。おや、鎖だ、鎖だ。女み、金の鎖だよ。女四、装飾品のように、手綺麗に美しくできている。でもやっぱり差は鎖だわね。女い、でも、胸にはあんな麗しい胸飾りをつけている。女六、でも、鎖が足についていては、かわいそうだわねえ。女一、悲しそうにしているわねえ。涙が絶えず溢れているような瞳をしているわねえ。女四、かわいそうに。あれでは妻だか女奴隷だかわからないわねえ。男み、もうもう金で買っただけに、安心ができないんですよ。それに歳が、親子ほどにも違いますからね。女二、いくら違っていましょう。三十は違っているでしょう。女み、そんなでもないわ。女だって、もう二十四位にはなるわ。男一、もう、五十を越しているくせに、あんな若い女房を連れ回していやらしい牢屋だな。女一、金で買われて、あんな老人の妻になるなんて考えただけでも身震いがするわ。女二、でもご覧なさい、耳輪にも、ダイヤモンドが光っていますよ。それにあの老人だって、それほど邪険でもなさそうよ。女み、まあ、あんなに足に鎖がついていては、本当に愛なんかありっこはないわ。女四、気の毒ね、一生をあんな境遇に過ごすなんて。男み、
あなた方が同情する以上にあの目は自分の境遇を嘆いているのですよ。男二、いい女なんだな。あんないい女が、あんな老人の妻になっているというだけでも、義憤を感ずるよ。男み、おい、あまり大きい声を出したら困るよ。自分のことが、噂になっていることを感づいて真っ赤になっているよ。男一、我々が同情しているのを知って嬉しいだろうか。男み、勝ち気な女だというから哀れまれるということに、いい感じはしまい。でも嬉しくなくもないだろう。女一、親亭主の老人は、立ち上りましたね。女二、のそのそとどこかへ歩いていきますね。女見、何用足しに行ったのでしょう。女四、でも、ほんの少しの間でも、あの美しい女のそばに醜い老人の亭主がいないということは、嬉しいことだわねえ。女一、気のせいか、あの女の顔色が晴れ晴れとしましたね。女二、おや、あの女の人も立ち上りましたね。女み、おや、水黒いをしますね。おふた、おや歌を歌うのだよ。男み、あのメアは、バグダッドの貴族社会でも有名な歌い手だよ。みな聞き惚れる、女よん、おう、なんといういい声だ。女い、うっとりするようないい声だ。女一、一つ一つの言葉が、あの人の悲しみで、裏付けられている。女み、なんだか文句が、はっきりわからなかったね。男み、身体は、売った側が魂は、ソロモンの富をもってしても売らないとこう言っているのです。女たち、もっともだわねえ。同情するわねえ。本当にかわいそうですわねえ。男一、おや、また何か歌っているな。男い、いい声だ。古い尽きたいようないい声だ。男み、金銭の恋、偽りの愛を捨てて、本当に真心で自分を愛してくれる青年の胸に抱かれたいというのだ。男一、もっともだ。男二、俺が救ってやる。男い、いや俺が救ってやる。男四、いや俺が救う。男一、その鎖を断ってしまえ。男い、あの老人を踏みつぶしてしまえ。男二、今宵の中に逃げるといい。俺は、天幕の陰であなたが逃げてくるのを待っている。男み、いや、せいに。老人が帰ってくる。老人が、そんなことを聞くと、どんな警戒をするか知れない。静かに。女一、亭主が、帰ってくると美しい顔が、すぐ曇ってしまう。女二、おや、あんなにしおれてしゃがんでしまったよ。女み、かわいそうに。いつまでもあんなに囚われているのかしら。女四、思い切って、鎖を切ってしまえばいいのに。女い、本当に、あの人の歌っている通りにすればいいに。女み、本当に、誰か本当に愛してくれる青年の胸に飛び込んでいけばいいに。女二、本当に、何だって、早くあの鎖を切ってしまわないのかしら。情景二、情景一と同じ。ただ前よりも一年ばかりあと、やっぱり一軍の大将が休んでいる。群衆が遠くから、取り巻いている。群衆は第一条の人々と全く同一なり。女一、去年評判になった大将の妻が、通ったというから追いかけてきたのですよ。女二、私も。女み、四、私も。男一、うむ。
去年評判になった女がいると言うんだね。男二、。おお、あれだ。あれだ。ほら、あのつくばっているラクダにもたれながら、赤ん坊をあやしている女が、確かにあれだ。ほら今顔を上げた、男四、なるほど、違いない。見覚えのある美しい顔だ。女一、かわいそうに、あの嫌な亭主の赤ん坊を産んだのかしら。女二、でもあの亭主が見えないわねえ。女三、本当に。女四、私全国から、亭主を探しているのよ。女い、見えないわねえ。どうしたのだろう。男一、親の女のそばに若い男がいるじゃないか。男二、。同じラクダにもたれているね。男四、それに見ろ。あの女の足には銀の鎖がついてないぜ。男女たち、おう。おう。なるほど。なるほど。女二、とうとうあの鎖を断ってしまったんだわねえ。女三、あの嫌な年寄りの亭主から逃げたんだわねえ。男三、どこからか現れる、お前さんたっは、まだあの女の話を知らないんだねえ。あの女が、若い男をこさえて、あの年寄りの大将を捨てた話を、女たち、まあ、まあ、男見、ずいぶん、思い切って逃げてしまったんだよ。女たち、まあ、お二、あの横に座っている男が、それなんだねえ。畜生、うまくやってやがら、男四、あんな背若い小僧のくせに、男い、女よりも年下じゃないか。生意気に。女一、まあ、とうとう亭主を売っちゃったんですって。男見、しかも、女の方から手厳しい絶縁状を送ったんだよ。女二、まあ、あんまりやり方がひどいわね。男一、本当だ。男というものを馬鹿にしている。女から絶縁状を送るなんて。男二、本当だ。しかも、人もあろうに、あんな年下の小僧とくっつくなんて。男四、それに、あの赤ん坊だって、あの小僧の子だろう。男一、そうだろうとも。いけずうずうしい女だ。女一、本当に。それじゃ、あの亭主がかわいそうだ。女二、本当に。年寄りで、嫌な男だったけれども、なんだか実意のありそうな男だったわ。女見、そう、私もそう思っていたの。なんだか頼もしい親切な男らしかったわ。女四、そうですとも。だから、あんなに立派な胸飾りや、ダイヤモンドの耳輪なんかをさせておいたんだわ。女一、本当にね。いくら愛がない結婚だからといって、亭主は亭主じゃないの。女二、そうですとも。亭主の顔を踏みにじってあんな若い男と、一緒になるなんて、ひどい女だわねえ。女見、そういえば、初めからそんな薄情者のような気がしたわねえ。女四、よく恥ずかしくもなく、子供まで連れてこんなところを通れるわねえ。女い、そっと、隠れているのなら、まだしも。男と同時に、一緒にラクダにもたれているなんて。女一、白状者、人でなし。女二、ああ捨てられた年寄りの亭主がかわいそうだわ。女見、本当だわね。男一、本当に、ずうずうしい女だ。バグダッドの役人たちに渡してしまうといいんだ。紛れもない貫通じゃないか。この女の兄貴の貴族というのは、どんな面をしているのだ。男二、
こんな女が出れば、こんな女を許しておけば、世の中がめちゃめちゃになってしまう。男よん、本当だ。うんと、とっちめてやるといいんだ。男み、かわいそうに、みんなの声が聞こえると見えて、もじもじしているよ。女一、いい気味だわ。もっと、ののしってやりましょうよ。白状者。女二、浮気者。女み、人でなし。男み、とうとう、じっとしていられなくなったと見えて立ち上がったよ。男一、そんな泣き顔を見せたってダメだよ。女一、もうその手には乗らないわ。女二、いくら悲しそうな顔を見せたってダメよ。男み、でも何か歌い出したよ。女み、聞かない聞かない。女四、本当に誰が、聞いてやるものか。亭主を踏みにじった女なんかの言うことを。男み、金銭の恋、偽りの愛を捨てて本当に自分を愛してくれる青年の胸に走ったと歌っているんだ。男一、ずうずうしい、そんなことを言っているのか。女一、呆れたわねえ。女二、ひどい女。男二、不定女だ。男四、べらぼうめ、人をバカにしている、石を一つ投げる。男一、ひどいやつだ、こいつを食え。女たち、本当に、呆れた人だ。男たち、やってしまえ。男たち、女たち、めいめいに石を投げる。女悲しげに歌いながら、石に打たれていたが、それが一つ眉間に当たると崩れるように倒れてしまう。男たち、ざまを見ろ、いい気味だ。石、子供に当たる。子供悲鳴を上げて倒れる。男たちまた石を投げ続ける。女たち、さすがに手を止める。女一、とうとう、やられてしまったわねえ。女二、でもこんなにひどくやられると、またなんだかかわいそうだわねえ。女み、四、本当にねえ。